はい、お世話になります。 T1 チャンネルです。本日はこちら噴霧器ですね。どれも噴霧器、噴霧器がうちにはたくさんあります。まだこれ以外にも2台ぐらい、もう少し大きい噴霧器もありますけど、一般家庭で使われるだろうと思われるサイズの噴霧器、こちら4台をそれぞれ特徴などを紹介して、まあこれは安いけどこういったところが使い勝手悪いですよとか、これはこういったところがいいですよみたいなことを紹介したいと思います。それではですね、順番に紹介していきます。はい、まずはこちらの噴霧器、ナショナル、ちょっとレトロ感がありますよね。すごく綺麗、箱にしまってあったので結構綺麗ですね。こちらの噴霧器は10リッターまで入る、大きなタンクになります。10リッター入れると肩からぶら下げたり手で持つのは結構重たいです。この噴霧器の変わっているところはコンセント式です。100ボルト仕様の噴霧器ですね。100ボルト仕様ということはコンセントがあるところではないとこの噴霧器を使うことができません。じゃあすごい使い勝手が悪いんじゃないかと思われるでしょ。この噴霧器はですね、こちら長いっすね。そう、このね、噴霧するホースがものすごく長いので、コンセントに、まあ、コンセントにこう刺しますと、はい、コンセントに刺して本体が重たいのでね、本体を置いといてずっとこう、はい、このようにホースが10メーターぐらいあります。10メーターぐらいあるので、もう家の庭先ぐらいなら右左合わせたら半径10メーターですから、直径20メーターの円を描くぐらいこれで巻くことができます。まあ、小さなお庭とかでしたら、まあ、意外と置いて散布できるので、これはこれでいいんじゃないかなと思います。それではまずね、使い勝手のね紹介から、まず100ボルトコンセントに刺さる噴霧器はこんな感じですよという、意外とね、もう散布するところが決まってる、そんなに広くないよという場合は置いてできるこういった100ボルト式の噴霧器は意外といいかもしれません。まず100ボルトということはね、パワーがあります。はい、それで続いてこちらですね。こちらの噴霧器はまあ私が結構長い間使いました。これはですね、自分で空気を圧縮してタンクの中に溜めます。これはコンセントや電池、バッテリーなどを一切使わず、自分の力で空気を圧縮して、圧縮した空気でここへプシューッとこう散布できるよという品物です。これはね、意外と頑丈で良かったですね。まあ、これはね、自転車のコンキーレみたいに結構体力使うんです。まあ、これはおすすめかどうかといえば、微妙なとこですけども、電池を使わないという良さはあります。はい、こちら光信の GT-5H という商品ですけども、こちらはですね、乾電池式の商品になります。こういった噴霧器が家庭用には一番多く今発売されてるんじゃないでしょうかね。これはバッテリーではなく乾電池がこう6本入ります。だいたい6本使う商品が多いんじゃないかなと思います。だいたいね、こう持ってこう散布したり肩から下げて使うので、まあ、5リッター前後のちょっと持ち上げれる、持ち運びができるサイズが多いと思われます。まあ、こちらの商品のいいところは、まあ、乾電池さえあれば、まあ、すぐどこでもどのご家庭でも使いやすい、バッテリーじゃないので、まあ、乾電池さえ新しいの買えばすぐできるんですけども、まあ、乾電池を入れて置いとくと、やっぱりここね、乾電池の液漏れが起きますから、まあ、噴霧器をね、そんなに毎回毎回使用するっていう方はそこまでいないと思います。一般家庭で仕事で使われる方はこんなものは使わないと思うんです。もっといいものを使うと思います。一般家庭で乾電池式でいいやって思われるかもしれませんけど、意外とこのまま置いといたら電池がなくなってたり、ちょっと接触が悪かったりしますので、これはねちょっと良かったんですけど、意外と使い勝手が悪かったので、こちらのね、新しいマキタのバッテリー式の噴霧器を購入しました。
はい、それで最後にご紹介するのがこちらのマクタの噴霧器です。5リッターサイズ、だいたい持ち運びできるのは5リッターですね。でマキタの噴霧器は 18V のバッテリー式になります。こちら今6アンペアが入ってますけど、標準で3アンペアがセットになってます。3アンペアでも非常に長持ちするので重たいだけなので6アンペアを使う必要がないのですが、まあ今のところ6アンペアで使用しております。もう6アンペア入れるとね、丸1日使えます。まあ、マキタなんかはこちらの噴霧管といわれるこの部分、こちらの方針の動きですこちらのこれね、乾電池式というのはこういうのがあるんですよ。電源出て切れとる思うたら接触が悪いだけで切れとって、叩くと動き出す。乾電池式はね、この接触のちょっとね悪さがね、だん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 出てくるんですね。はい、それでは戻ります。話をこちらの噴霧管はこちら色見て分かるようにステンレスとアルミです。アルミの良さは軽い、とりあえず使い勝手がいいんですね。女性の人とかね、ちょっと体力に自信ないよ、長時間使うよっていう人はもうアルミが非常に軽くていいです。ステンレスの良さはもう頑丈、非常にね長持ちします。でこの噴霧管の伸びる長さ、まあ、今回マキタはこのちょろっとこれだけ伸びる、まあ、これだけでもね、伸びると伸びないのではだいぶ使い勝手が変わりますから、これだけ伸びるだけでありがたいです。それからこの手押しポンプの噴霧管はどうなってるだろうかといいますと、これはしっかりしたステンレスでできてます。ここを見てください。ネジがこう3箇所あるんですね。ということは非常に伸びるということです。はい、噴霧管が軽自動車ぐらい伸びました。人間と比べるとこれ全然届かない、約2メーター以上伸びてますね。すごいです。こういうふうに地面の助走だけで使うなら全然伸びない、このアルミのね、全然伸びないタイプでいいかもしれません。いやいや、木の上にも殺虫剤を巻きたいよ、こういったね非常に高い木まで巻きたいよという場合は、噴霧管が非常にこの伸びる、何段式かにもよりますし、この1段1段が何センチ伸びるかにもよりますけど、こういった噴霧管の長さで選ぶというのもありですね。それからコンセント式の噴霧管はアルミです。柔らかくて軽いね、はい、踏んだりしたらね曲がってしまうので、これは非常に注意が必要です。本当にね、この辺が細くなるとこうふにゃ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 曲がるでしょう。怖いですよね。まあ普通に使っとる分には大丈夫ですけど、本当にポキンといきますから気をつけないといけません。まあこれは先ほどと違って1段2段、まあ2段ぐらいの高さでこうできると。先ほどと違ってね、ステンレスと違ってアルミはやっぱり軽いです。まあこのヘッドの重さにもよりますけども、アルミは軽いので高所の作業も非常に楽にスムーズにできる。次はノズルです。ノズルは1等式か2等式、まあ、この違いが大きいでしょう。1等式は遠くまでストレートで飛びやすい、また一つで霧でもブワーッと強力な力で非常に細かいミストになりやすいというのが1等式で、2等式はこう幅を取りますけど2等でより広範囲に負けますよと。でここね、大体2等式の分はここで切り替えスイッチがついてます。ここを閉めると1等式に変わりますよって、ここを開けると2等式になりますよと。この1等式の分みたいに1つでちょっと遠くに飛ばしたいという時にはここを閉めたり開けたりすると1等式2等式に変わります。2等式の場合はこうくる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 回るのが多いです。こうすると葉っぱの裏からこう農薬を散布したりできます。真下にかけたい時、これ上下にすると上の葉っぱと下の葉っぱと両方かけられるので、まあ、松の木で間に入れて下の葉っぱ上の葉っぱとこう上げたい時にはちょうどね真ん中真ん中を攻めると上下に散布できるので、こういう使い方もできるのが2等式ですね。でこの1等式のメリットは、まあ、先ほども申し上げましたように、まあ、強力というのはあるんですけども、狭いところに入っていける、ピンポイントで上げたい、
狭いところへスーッと入れてあげたい、二等式だったらいろいろ引っかかるという場合は一等式も使い勝手がいい場合もあります。 100V の力、手押しポンプの力、乾電池の力、バッテリーの力、どれぐらい散布能力があるのか、まあ実際数値よりはこう散布して見ていただく方が早いと思いますので、実際に水を入れてどれぐらい噴射できるか見てみましょう。はい、この手押しポンプのタンクなんですけど、これ減圧弁がここへついてます。圧力を逃がしてくれる減圧弁がここへついてますので、これの作動チェックを久しぶりに使うときには、まあ、しつつ水を入れて4リットルどれもタンク入れてやってみましょう。はい、どのタンクもこちら水を入れるところがこういう口がついてますけども、これ以外にいっぺんに入れたかったりすると、こちらねちょっと蓋開けてからやるというレースですけど、どのタンクもこれもそうですけど、上の蓋がこうパカッと開きます。こういうふうにこういうふうに開きます。ここでまあ掃除もしやすいですし、いっぺんにここへ農薬とかね草枯らしを入れることも可能です。マキタのフィルターはまずこのタンクに少し目の粗いフィルター、それで水を吸うところのここのフィルター、まあ、掃除してあげるところ時にはこういったところも掃除しないといけませんけど、フィルターがいろんなところについてますので、まあこの先っぽのねノズルの先に詰まるようなことはなかなかないかなと思います。それからもう一個こちらね、こちらのこれはねある分とない分とあるんですけども、まあマキタのはしっかりここにもフィルターがついてます。このフィルターもまあ掃除してあげる必要があるでしょうね時には。あとそれからね一番、まあ、他の商品にもある可能性がありますけど、マキタで一番これいいなと思ったのはここ。はい、蓋を開けると計量カップになってるんです。これめちゃくちゃいいなと思いました。ラウンドアップとか草枯らしを上げるときに150ずつのメモリとか250ずつぐらいのメモリだったら、え、何 cc 入ってんのと、何ミリリットル入ってんのってもう分からなくなるんですよね。まあ、これはありがたい、ね、まあ、薬剤を入れます。あらら、まあ、50ミリリットル入りましたと、50ミリリットル入れます。そして水をここ5リットルまで水を入れてあげます。まあ、5リットルまで水を入れたということにして、こういうふうにして100倍の濃度に簡単にできると、これ便利がいいですよね。まあ、ただね1000倍2000倍とかになってくるとちょっとメモリが大きいので、そういう場合はやりにくいですけど、まあ大まかな分はこれでできますので、これはいいなと思いましたね。はい、それではまずはコンセント式の 100V のコンセント式の噴霧器、こちらはですねスイッチがここにしかないので、スイッチを入れて行くとですね、また切ろうと思うとここまで戻ってきて切らないといけない。それではスイッチを入れていきます。はい、こうパッチリ、はい、それではいきます。どれも同じ速さでね試してみよう。はい、この 100V 式の噴霧器の感想としては、非常にたくさん薬剤が入るので長く巻けるというメリットはありますけども、まあ、ちょっとね電源を入れたら向こうまで行ってまた帰ってきてプチッと切らないといけないっていうことと、少し音が大きい。ただバッテリー式や乾電池式よりパワーがあるんじゃないかなという気がします。
非常に安定した強さでずっと出てくれるので、この噴霧器はまあちょっとこれを持って歩くのが嫌だ、でもパワーが欲しいという方は意外とこれがいいかもしれません。はい、それでは続いてこちらの噴霧器のパワーを見ていきたいと思います。こちらは乾電池も使わない完全にエコな噴霧器になります。これはねやっぱり人力だけあってめちゃくちゃしんどいです。もう自転車の空気入れをずっとやってるような感じ。あ、これ減圧弁がこう出てきたの分かりますかね。ここの弁が浮き上がってきました。こうなってくるともうあんまりこれ以上入れん方がいいですよっていうことなんで、これでどれぐらい水がまけるかやってみたいと思います。はい、それではやってみます。普通に出ますね。普通に出るけどだん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 弱くなってくるのよ。あ、中のタンクの圧力が減ってくるから。なるほど。でも長続きはするけどね、水が減ってくれば空気の層が広くなるからね。ちょっと先にゴミが詰まってるのかな、出るちょっと形が悪い。あ、まあ、問題なくね使えます。出る量も、まあ、一頭ノズル、口がね先っぽが一つしかないのでなんか強く出てる感じもありますしね。これが二頭になるとまあちょっとねパワーが減ってくるのかなっていう気がします。家のちょっとした庭ならこれでもいいような気がしますね。まあエコなんでね、もうバッテリーや電池を必要としないところはこれでもいいかもしれません。結構上まで届きますね。これで5メーター歩きも全部負けるからね。人間の高さが2メーター、ボールの高さが2メーター。で、飛び上がって5メーター。電気を一切使わない人間の力で噴霧するタイプはですね、まあ、感想としましてはもう第一番に疲れる。ただエコなので、もう使いたい時にパッと出して使える。あ、電池切れとるわ、バッテリー充電してなかったということが一切ないので、もう体力に自信にある人、またあまり使わない人、まあ、そういった方はこれは非常におすすめですね。で、ステンレスで丈夫、また一頭ノズルで強力、まあ、こういったタイプを選ぶのも一つの手かもしれません。まあ、オールマイティーですよね。それではこちらの乾電池6本使ったハイパワーと歌ってますけど、こちらが更新のね、この商品を見ていきましょう。この商品はアルミで軽い、伸び縮みはしません。それではやってみます。はい、この乾電池式の分は電源入れたらコンセント式と同じようにずっとモーターが回ります。圧力がかかった状態で押さえると噴霧できると。こういった状態ですね。これを手で持って歩かないといけません。ホースをね、ホースとこれと一緒に持つとホースの長さがちょうど良くなるので、本体とホースと一緒に持って、じゃあやってみます。これはね非常にいいんですけど、ここが伸びないから自分がちょっと前鏡にならないといけない。上げるとですね、今日風が吹いてるので楽な姿勢でいくともう流れてしまう。この霧吹きがどん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 横に流されるので、ピンポイントで当てたい場合はちょっとかがまないといけない。でここで使わないときは再々電源を入れたり切ったりしながら使う。でここね、どの分もこうカチャンとスイッチというかね、このレバーをロックできるのがついてますから、これをロックすればボタンを押さえなくてもずっと出っ放しになる。これはどの分にもついてます。ちょっと高いところには不向きかな、伸びないから。まあ乾電池6本使ってるだけあって、まあ、パワーはまあまあハイパワーと歌ってるだけはあるでしょう。ただやっぱり乾電池6本の重さと
この水の5リッターの重さとを考えるとですね、肩掛けバンドもいいんですけども、肩掛けバンドにして使うとこのコードがちょうど足元に引っかかって使い勝手が悪いので、手でコードとこのグリップとね握ってこうやって持ってやるのがいいですね。ちょっと重たい、疲れるっていうのが実際のところです。はい、それでは最後にマキタを見ていきましょう。マキタは肩掛けバンドをつけてます。マキタはですね、ここでバッテリーがどれだけありますよっていうのがボタンを押せば一目でわかる、これがいいところですね。それから電源を入れます。電源を入れてもモーターがウィーンと回りません。こちらの乾電池式は入れるとすぐ動きます。マキタはここのホースに薬剤が出てくるホースとこの電気配線とここにダブルで入ってます。ここのレバーを握る、握ると電源が入る。こうすることによって絶えずポンプがずっと動いてないのでバッテリーの消耗を抑えるということと、簡単に音がなくなるので電話がかかってきたり何か他の人と会話したいときにはパッと手を離せば電源が落ちるのがいいですね。で1段階伸ばしてみよう、はい、マキタね、あんまり伸びないけどこれだけ伸びるだけでも使い勝手が向上しますよということですね。ここの長さが先ほどより少し長くなっただけでこの広範囲に巻けることができます。短いとやっぱりね少ししか巻けませんけど、広い範囲に巻けるというのは少し伸びるだけで使い勝手が向上したと思いますね。まあ、なんせね、このバッテリー1本で丸1日これができます。え、すごいですね。これはすごい、超長持ち、充電して何回でも使える。はい、それからマキタのいいところはこちらノズルをかけるフックがあるんですけど、これをここへカシャッとかけることができます。これはもう当然どのメーカーもフックでかけることができます。このようにね、まあ、こういったのがどのメーカーにもついてますけど、マキタはこれ反対側にも飛び出てるでしょ。これ何かなと思いません？これね、スーッと動くんです。スーッと動いてこう刺すことができる。これすごくないですか？反対にも刺さる、右でも左でも好きな方に刺さる。これをこう向きに刺しておくと、まあ、運ぶときはね、これの方がいいです。下が重たいので、このグリップの部分が重たいので、こう向きで持ち運ぶと、ここがね、ポロンと外れるんですよ。ポロンと。これは良くないんですけども、こういうふうに置いとくと、液が垂れても、このグリップの方にびちょびちょ濡れないと。こういうふうに刺して、もし液だれとかなんかあったら、この辺が、薬液でびちょびちょになっちゃう、そういったことを防ぐことができます。まあ、どっちにも刺さるよと、まあ、バランスを考えればこちらの方がいいですね。まあ、またね、もう一つ持ち運ぶときにここへかけてこう運ぶことができると、これはいいですよね。それで今きっちり入ってますけど、これをつけるときにはバランスを考えてこちらの方がいいんですね。こういうふうにかけて運ぶ方が、まあ、こちらが重たい方がここへフックが2つ、ここへフックが1つついてますから、フックが2つついてる方に重たい部分グリップがいくとこれがポロッと落ちる可能性が高くなりますので、こちら向きにつけて運ぶと落ちにくいと。思い切り振れば落ちますよ、簡単にね、ポロンと。まあ、持ち運ぶときにはこういうふうに持ち運べる、置いとくときにもそれは便利ですね。それではこちらを一等にしてストレートにしてどこまでどの商品が飛ぶか見ていきましょう。これでね、最強がどれか分かるはずです。
このマキタはこの噴霧の力というのがメガパスカルで表すんですけど 0.3 メガパスカルがこのマキタのパワーです。それより少ないか、それよりパワーがあるかないか見ていきましょう。はい、それでは私がこの出口の部分を合わせて一番こう上下にして、腰の部分からこう上下にして一番遠くに届くところを、まあ一番届いたよというようにしていきます。いきます。45度の高さまで上げたり下げたりしながらどこまで届くか。はい、これが 0.3 メガパスカルの力。それでは印にこのマキタの噴霧器を置いておきます。はい、はい、次は乾電池式を確かめます。よし、乾電池していきます。同じぐらいですね。どうだろうな、ちょっとまあそれで見てみよう。はい、乾電池式は、ああ、ね、最高よりはこの辺、この辺が一番あれやから1メーターぐらい違うね。これぐらいか。それで100ボルト式のコンセント式、これやってみます。はい、それでは100ボルトいきます。こっち側が行こうか。なんかストレートになんないんだよね。ちょっと物が古いんで。物が古いからちょっとシャワー状になるな。あんまり参考にならないかもしれませんね。これぐらいが一番ストレートか。100ボルトはね、パワーがあるんですけど、ちょっとばらけるなぁ。いや、これ不甲斐ないな。周りに散布する分にはパワーが強いってことですか、ね、いや、それはストレートの設定が悪いんだ。設定が悪い。それ残念。一番弱い結果になってますけど。真のパワーをお見せすることができませんでしたね。はい、それでは手押しポンプに挑戦します。意外とこれが一番だったりして。よし、どこら辺、これも先っぽが死んどるな。先っぽが死んでますね。コンセント式と同じぐらいですか。ストレートが出ない。ちょっとね、まっすぐ飛ばない。残念な濡れすぎてどこまでかちょっともう分かんないですね。これね、パワーあるんだけどな。はい、手押しポンプも先っぽが死んでてちょっとストレートになりにくいですけども、だいたいこの100ボルトと同じぐらい。はい、まず一番飛ばなかったのは手押しポンプ。ちょっと先っぽの不具合もありまして、だいたい5メーターで、こちらの100ボルトも5メーターちょい。それから続いてこちら後進の乾電池式が、まあ、6.5 メーターから7メーターで、こちら最終的にはマキタが一番遠くまで飛んだことになります。一番パワーがあるかどうかはちょっとわからないですけども、まあ、先っぽがストレートに調子良くなったのと、まあ、比較的新しかったので、まあ、よく飛んだのかなという気はしますね。だいたい8メーター、9メーターまで飛びました。まあ、このような順番でパワーはこれで確かめれたかどうかは微妙ですけど、まあ、使い勝手も含めて皆さんにご紹介できたんじゃないかなと思います。まあ、それおすすめはね、こういったマキタの商品がいいかもしれませんけど、皆様のご都合のいい、価格だったり使い勝手だったり使う場所によって
買う商品は変わってくると思いますので、参考程度にお考えいただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。